モンダミンとは先行液を中心としたオーラルケアのブランド名である。日本の先行液市場でトップシェアを占めている。1987年にアース製薬から発売。汚れ洗浄補助成分 TPP を配合していることを特徴として全面に出したことで日本に普及した。ブランド名は近代的なという意味のモダンとフランス語で私の友達。 恋人を意味する、文網に、医薬品などで用いられる、インド語尾を組み合わせたもの。1980年頃、アースの社長は、米国では、先行液を用いて、オーラルケアを行う生活習慣があり、先行液がよく売れていることに着目。当時日本では、ペースト状の歯磨きが用いられており、先行液を用いる習慣はなかったが、やがて、米国同様に、 日本でもそれが受容され、習慣となると確信し、同社の研究部に商品開発の提案を行った。研究部に与えられた命題は、日本人の口に合う先行液を作るであった。まず、日本で生活習慣として取り入れてもらうことを目標としており、最初は海外の先行品の処方、効能、味、防腐性を研究したものの、日本では、 機能だけでは需要されない、味覚的にまずければ使ってもらえない、と判断し、商品の味にこだわり抜いた。こうして、日本人の口に合わせたペパーミント味のモンダミン第一号が開発され、1987年に発売された。だが、日本の市場の反応は冷ややかで、生活習慣として受け入れられず、せいぜい一部の人に、公衆予防製品として利用されたにとどまった。 新フレーバーのシナモンも空振りに終わり、市場撤退に追い込まれることが予想された。だが、同社企画部から起死回生の策が提示された。それは、モンダミンの洗浄効果を全面に打ち出す戦略であった。消費者に洗浄効果を訴求しつつ販売する戦略であり、研究部もモンダミンの洗浄効果を高めそれに貢献した。 グリーンの液体でペパーミント味という点では何ら変えていなかったが洗浄効果を前面に出したことで発売から5年目にして製品の売り上げが急拡大し先行液を用いることを日本人の生活習慣にするという目標に近づいた2017年8月に発売30年を迎えたのを機にレギュラータイプ3種とプレミアムケアシリーズをリニューアル ペッパーミント、ストロングミント、プレミアムケアに、設定の 80ml を除いて、キャップとボトルにクリスタルカットを施した新型ボトルとなった。このリニューアルに伴って、パッケージ正面のモンダミンロゴ左下に同年1月に制定されたシンボルマークが新たに表記されるようになった。お口、口、口、モンダミンという歌を流すものである。遠隔。 アース製薬株式会社2019年3月9日閲覧モンダミンの歴史モンダミン公式サイトアース製薬 ABCD 開発費はモンダミンアース製薬株式会社2019年3月9日閲覧ありがとうございます